どうも、メカです。今回はこんなプロフィールの自分が自動売買で資産運用ができるクオレアについて、特徴からメリット、デメリットを徹底解説していきたいと思います。この動画の終盤に軍資金25万円で実践した運用実績も紹介していますので、ぜひ最後までお付き合いください。まずは時間がない人のためにクオレアについて簡単にまとめます。クオレアはベンチャー企業が運営している自動売買のプラットフォームです。取り扱っているのはクオレア BTC とクオレア FX、そしてクオレア CFD の3つです。好みのロボットを選ぶと、あとはそのロボットが自動で売買してくれます。またそのロボットは AI が自動的に採点します。パフォーマンスのいいロボットはどんどん点数が高くなります。投資経験に関係なく、初心者でも利益を追求しやすいサービスです。では、ここからクオレアについて詳しく紹介していきます。株式会社エフィットというベンチャー企業が運営している AI を活用した自動売買のプラットフォームです。ユーザーが開発した様々なロボットが用意されていて、好きなロボットを選択するだけで自動で売買をしてくれます。運営会社のエフィットは上場していませんが、有望なベンチャーということで、2019年の5月に9000万円の資金調達に成功しています。キャッシュは十分にあると思いますので、運営リスクについては低いと思います。クオレアでは、クオレア BTC、クオレア FX、クオレア CFD の3つのサービスを展開中です。当初はクオレア BTC のみのサービスでしたが、2020年4月にクオレア FX、2021年9月にクオレア CFD の取引を開始しました。クオレア FX では、米ドルと日本円を中心とした11種類の通貨ペアを取り扱いしています。クオレア CFD は日経225とダウ、そしてナスダックです。クオレアの手数料は初期費用が0円で、売買手数料が売買代金の最大 0.05% かかります。取引した時のみ発生するため、取引がなければ費用はかかりません。また、月間総取扱い高が少ないと利用料がお得になるアクティブプランも存在します。ただし、ロボットによってはアクティブプランが使えない場合がありますので注意してください。どちらのプランを使っても最大利用料は14万4000円までです。支払い方法はビザかマスターカードのクレジットカード、もしくは Amazon Pay のみとなっています。クオレアの投資方法ですが、まずはクオレアに無料登録します。登録が完了したら、次に取引所と連携が必要です。クオレアは取引所ではなく、あくまでプラットフォームですので、別途証券会社や暗号資産取引所の口座が必要となります。クオレア BTC は、ビットフライヤー、FTX ジャパン、ビットバンクの3つ。クオレア FX とCFD はフィリップ証券か岡さんオンライン証券です。好きなサービスを選択してください。連携が完了したら、好みのロボットを選択して自動売買をオンにします。これで、あとはロボットが自動で資産運用を行ってくれます。では、ここからクオレアのメリットについて紹介していきます。全部で5つありますので、詳しく紹介していきます。1つ目は自動売買です。入金してロボットを選択した後はほったらかしで OK です。ロボットが利益が狙えそうな位置でエントリーして、決められた位置でエグジットをしてくれます。初心者は下がっている時に購入し、高くなったら売却するという基本的なことがなかなかできません。しかしロボットなら感情なしでトレードしてくれるので、経験の差を埋めることができます。2つ目は時間です。クオレアでは短期的なトレードが多いです。自分が選択したロボットは、購入から売却までおよそ数日でした。ロボアドバイザー投資と違って、
短期的に利益を期待できます。もちろん相場変動が緩やかな場合は購入やエグジットまでに時間がかかる場合があるので、このあたりは理解しておいてください。3つ目はユーザーサポートです。ベンチャー企業ですが、ユーザーサポートは手厚い印象を受けました。実は自分が問題が起こった時に問い合わせをしたんですが、数時間後に返信が来て無事解決できました。またメールのみにはなりますが、投資サポートも行っています。4つ目はシンプルな手数料体系です。手数料は売買代金の最大 0.05% と良心的な設定といえます。しかも月間の上限が決まっていて、手数料が14万4千円に到達した場合はそれ以上の手数料はかかりません。もちろん翌月になったら再度クリアになりますので手数料はかかります。5つ目は手数料の支払い方法です。手数料がクレジットカード払いか Amazon Pay 払いなので、クレジットカードのポイントがもらえます。もし手数料が1万円かかり、還元率 1% のクレジットカードで支払った場合、100ポイント分のポイントがつきます。還元率の高いクレジットカードで支払えば支払うほどポイントがザクザク貯まります。利益を出せていた場合は二重でお得です。三井住友カードゴールドナンバーレスやエポスゴールドカードの修行先としてもいいかもしれません。続いてデメリットです。3つありますので詳しく紹介していきます。1つ目はロボットの数です。クアレア BTC はスタートしてからそれなりの日数が経っていますが、クアレア FX と CFD は比較的始まったばかりです。よってまだロボット数は多くはありません。高得点を出しているロボットは数種類のみです。時間が解決してくれると思いますので今後に期待しましょう。2つ目は連携できる取引所数です。残念ながら連携できる取引所が少ないです。クアレア BTC ではビットフライヤーと FTX ジャパン、そしてビットバンクの3つ、クアレア FX と CFD はフィリップ証券と岡三オンライン証券のみです。これらの口座を保有していない場合、新規で開設する必要があります。3つ目は手数料です。クオレアは売買代金によって手数料がかかります。よって利益を出しても損失を出しても手数料を支払う必要があります。利益を出しているときはいいですが、損失を出しているときは二重苦になってしまいます。クオレアではロボット選びが非常に重要です。ロボットは点数がついているため、どれを選んだらいいかわからない場合、高得点がついたロボットを選択するのがおすすめです。80点以上のロボットだと 90.2% が利益を上げています。一方で30点未満の場合はおよそ 70% で損失を出すとのことです。まずはできるだけ点数の高いロボットから選ぶようにしてください。クオレアはロボアドバイザー投資とは違います。ロボアドバイザー投資は各ユーザーに適したポートフォリオを判断し、長期的な資産増加を目指すサービスです。金融商品は ETF が多いです。基本的に売買するのはリバランスが必要な時だけです。一方クオレアは全く逆で、短期で売買をして資産増加を目指すサービスです。利確しながら資産を積み上げていきます。どちらも完全自動で資産運用をしてくれますが、中身は全く違いますので理解しておくようにしてください。参考までに自分の投資実績を公開します。軍資金25万円で2020年の9月にクオレア FX をスタートさせました。2022年8月現在、口座の残高は107万円になっています。利益は82万円です。ただし利用料が13万円ほどかかっていますので、利用料を差し引いた純利益は69万円です。25万円が
69万円になったので、約 2.76 倍になりました。2022年に円安に動いたことから、大きな利益を得ています。では、最後にまとめます。ロボットが自動売買するので、感情を抜きにしたトレードが可能です。損をしても利用料がかかる点はネックですが、自分は今のところ利用料を差し引いても大きな利益を得ています。1ヶ月に10万円以上稼ぐときもザラです。相場に張り付く必要もなく、経験の差が出にくいサービスですので、FX を始めたいけど自信がないという人は、まずクオレアを利用してみるのもいい方法だと思います。興味が出た方はぜひ検討してみてください。以上、今回は自動売買のクオレアについて紹介してきました。こんな感じで自分のチャンネルでは、日々の生活を少しだけ豊かにする金融関連の情報を発信しています。参考になったという方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。